こんにちは、まなぶです。今回は文章力を高める方法、これについて解説をしていきます。で、今回お話しする内容もめちゃくちゃシンプルなので、正直もう今日から実践できる内容だと思います。で、あとさらに言うと、今回その文章を上達させるにあたって、こう、やるべき内容とか具体的な勉強方法、そこもお話しするんですけど、まあこういうの継続努力していけば、まあそれこそ文章とかでも稼げるようになる。まあさらに言うと文章で食べていけるようになる。まあこれぐらいのステップまでいけると思います。まあなので、ブログにせよ、まあ社内のまあプレゼン資料とかもそうなんですけど、まあそういった感じで何かを伝えること、まあこの、伝え方をこう、なんていうか、上達させたい人っていうのは、まあぜひ今回の動画をご覧いただけたら嬉しいです。というわけで早速本題ですね。文章力を高める方法で、これポイント2つあってめちゃくちゃシンプルなんですけど、まず1つ目がインプットを増やすことで、2つ目がアウトプットを増やすこと。もうこれに尽きるかなと思っていて、で、ちょっと順番に説明していくんですけど、まず1つ目のインプットを増やすこと。で、これに関して言うと、もうこれもめちゃくちゃシンプルで、もう結論にたくさん本を読みましょう。もうこれに尽きると思います。で、世の中って、まあ、いろんな、まあ、本以外にもいろんなその文章のフォーマットってあるじゃないですか。例えば、まあ、ブログとかもそうだと思うんですけど、まあ、ただ僕が思うに、まあ、ブログ読むよりも、まあ、やっぱり小説とかを読んだ方がいいんじゃないかなと思っていて、まあ、なんでかっていうと、ブログって、まあ、なんだかんだ短いじゃないですか。長くても、まあ、3000字、5000字とかだと思うんですよね。ただ、小説とかだと、普通になんか5万文字、10万文字とか、まあ、それぐらいの、こう、ボリューミーな感じで、こう、文章を読めるし、あと、やっぱりその世の中のいろんな小説とか、まあ、特にその有名な作家の本とかを読んでいると、まあ、文章がすごい美しいなっていうふうに思うんですよね。まあ、なのでもう基本的にもうめちゃくちゃシンプルなんですけど、文章を上達するためのインプット方法っていうのはもうとにかく本を読むこと。まあ、これに尽きると思っていて。まあ、ただ大半の方って本読んでても飽きるじゃないですか。でもなんで飽きるかっていうと、もうその本がぶっちゃけつまらないからなんですよね。僕は昔その本全然読んでなかったんですけど、当時なんで読まなかったかっていうと、本がつまんないっていうふうに、まあ、考えてたからなんですよ。まあ、ただそこからいろんな本をちょっとずつ読むようになってきて、で徐々にこう面白い本っていうのが、見つかりやすくなったというか、まあ、見つけるスキルが上がったんですかね。まあ、そんな感じでやってったら、まあ、今では結構読書好きになったので、まあ、今回ちょっと何冊かご紹介しようと思うんですけど、まあ、とりあえず、その本とか全然普段読まないっていう方は、一応概要欄に貼ってるんですけど、変身っていう本と、あとマリアビートルですね。で、この2つの小説っていうのは、まあ、結構読みやすいと思うので、まあ、最初、なんて言うんですか、慣れるためにトライするのありかなと思っています。で、あと一つ注意点があって、世の中に文章力を高める本みたいなのあるじゃないですか。文章力のテクニック本とか、あと文章のなんか構造を説明する本みたいな。で、こういうのも僕昔すごい読み漁ったんですけど、まあ、正直言うとこういうの読みすぎはあんま良くないかなと思っていて。で、まあ、なんでかっていうと、基本的に1、2冊でいいと思います。でも僕の場合だと10冊、20冊ぐらい読んだんですよ。で、そうなってくると、もう自分がもうルールでがんじがらめになって文章を書けなくなるんですよね。なんかこの知識ばっか入ってきちゃって、ここはこういう風に書かないといけないみたいな。まあそういう風に考えちゃうと、そっちばかり意識がいって文章全然書けなくなるんです。まあなので、ここの、文章力を高める本に関しても、僕のブログとか、確かその昔の動画でもお話したと思うんですけど、基本的に2冊しかお勧めしていなくて、でまず1つ目が、20歳の自分に受けさせたい文章講義っていう本と、あと2冊目が、今すぐ書けの文章法って本ですね。で、これも概要欄に載せてます。で、以上が、インプットのパートなんですけど、じゃあ続いてアウトプットする方法ですね。このパートに進んでいきます。で、じゃあアウトプットするために何すればいいかっていうと、これももうやることめちゃくちゃシンプルで、もうとりあえずたくさん書きましょうっていう、もうこれなんですよね。で、まあなんでかっていうと、まあ先ほどの話ともちょっと被るんですけど、昔の僕ってやっぱりその文章を上達するには勉強しないといけないとか、文章を上達するには、まあいろんな本とかいっぱい読まないといけないと思っていて、こう日々毎日いっぱい読んでたんですね。無理して、まあ小説とかもバーっていろいろ読んだりとか、あと自己啓発系の本を大量に読んでみたりとか、あと文章術の本とかも大量に読んだりみたいな、まあそういうのやったんですけど、まあ結局その時ってインプットが本当に9割5分みたいな、でアウトプットがなんか 0.5 割みたいな、まあそんな感じで全然比率がダメだったんですね。で、そっから最近だともう文章を書くのにそんな抵抗なくなってきたんですけど、僕はそのインプットアウトプットの比率を徐々に変えていって、で今現時点で、まあ、最適な比率どんな感じかなっていうのをお話しすると、基本的にアウトプット6割ぐらいでいいと思います。もしくはアウトプット7割でインプットが3割、まあこれぐらいのバランスっていうのを保っていくと文章っていうのを上達していくと思います。まあだから例えばそのブログとかを伸ばしたいんだったら、まあブログ
ログの、なんだ、ブログ運営の本みたいな、そういうのを読むのもいいんですけど、まあ、それを仮に、まあ、3時間読むんだったら、ブログを7時間書くみたいな、まあ、ざっくりそんな感じです。まあ、なんで以上まとめると、もうめちゃくちゃシンプルな話してるんですけど、文章力を高めるには、アウトプットとインプット、まあ、これを増やしていきましょうっていう。で、それで、比率としては、インプット3割のアウトプット7割ぐらい。これがいいんじゃないかなと思っています。で、以上がメインパートなんですけど、後半でちょっと一つだけ補足しておこうと思って、まあ、これもちょっとよく聞かれる話なんですけど、文章に向き不向きありますかっていう、まあ、こういう質問ですね。で、ここに関して言うと、これあくまで僕の考えなんですけど、それ気にしなくていいと思っています。で、じゃあそもそも、じゃあ文章向き不向きあるっていう話、なんでよく聞かれるかっていうと、確かそのどっかの研究とかであると思うんですけど、文章力っていうのは遺伝するみたいな、確か音楽性と、あとスポーツと、あと文章ですね。このあたりっていうのは遺伝するから、だからそもそもその遺伝とかでセンスがない人はいくら頑張っても伸びませんみたいな、まあこういう記事が昔多分ネットでバズったか、まあツイッターでバズったか、まあそんな感じなんですよね。で、ここに関して、遺伝の要素っていうのはもちろんあるとは思うんですけど、まあそれ以上に、じゃあそもそもじゃあ文章力の定義って何なのみたいな、僕そもそもすごいそこ疑問に思っていて、で、そのなんか科学実験みたいなので、まあ文章力遺伝するみたいな話になってるじゃないですか。で、なってるんですけど、じゃあそこで言う文章力ってどうやって測ったのかって多分そんなに、表に出てないというか、まあなんかよくわかんないじゃないですか。で、まあそういうのを考えてみると、じゃあそもそもじゃあ昔の人で文章力高かった人って多分俳句とか書く人じゃないですか。で、昔は俳句書く人が、例えばじゃあ、まあ詩とかを書く人ですね。これが文章力高かった。で、じゃあちょっと前はどんな感じだったかっていうと、まあそれこそ小説家とかがいわゆる文章を書くのが上手かった人ですよね。で、じゃあ現代に置き換えるとそれ何かっていうと、今多分文章で結構こう飯を食ったりしてる人って、まあ小説家も言うと思うんですけど、どっちかっていうとブロガーになっていったりとか、あともしくは小説って言っても短編小説になってたりとか、あと、まあちょっと一昔前だと、携帯小説がバズったりみたいな、まあそういった感じで、やっぱりその文章のなんか書き方とか文章力っていう、まあ定義だったりっていうのも時代によって結構変わってくると思うんですよね。まあなので、あくまでその文章力っていうのは、その遺伝するかもしれないんですけど、まあただそもそもその文章自体が時代によって変化していくので、まあその時代に合った最適なフォーマットとか、あと最適なまあ、書き方みたいな、まあ、例えば現代だったら、まあ、ブログとかが結構主流になりつつあると思うんですけど、ブログだったら昔の文章に比べて今って多分漢字とかめちゃくちゃ少ないと思うんですよね。だそういうのを時代の流れとかを読んで、それで時代にマッチした文章を書いていくみたいな、まあ、こっちの方が大切なんじゃないかなみたいな、そういう風に考えたりもしています。まあ、なんでこれ見てる方で例えばブログ頑張りたいとか、あとまあ小説書いてますみたいな、そういう人で自分文章力足りないかなみたいな、そういうふうに思ってる方いたら、まあ、基本的にそんな気にしなくていいんじゃないかなと思っていて、まあ、僕自身は昔文章を書くのめちゃくちゃ苦手だったんですけど、まあ、ただブログを今毎日更新800日以上してるんですけど、500日ぐらいをこう毎日書いていったら、なんかそのタイミングで結構変わったんですよね。こう、あ、全然書けるようになってきたみたいな、まあ、そんな感じで、まあ、スポーツと一緒で結構こう繰り返していくと一定レベルまで上がっていくし、で一定レベルまで上がれば別にそれで食っていくことはできると思うので、まあ、別になんかそのトップ 1% 目指すんだったらその遺伝とか超重要かもしれないんですけど、別にまあトップ 10% とかトップ 20% とかでいいと思うんですよね。だそれぐらい行くんだ、それぐらい目指すんだったら、まあ遺伝とか向き不向きとか、まあそんなあんま気にしなくていいんじゃないかなみたいな、まあそういうふうに考えています。はい、というわけで今回の動画は以上となります。で、僕のチャンネルではこういったブログ運営とか、まあ文章術の話みたいな、まあこういうの話しつつ、あと基本的には個人で稼ぐ方法にフォーカスして発信しています。でもし参考になったらチャンネル登録、ライクボタンを押してもらえると嬉しいです。で、あとブログ、ツイッターもやってまして、それも概要欄に載せてます。ぜひご覧ください。というわけで以上となります。さよなら。